さあ、それではコーナー行きましょう。思っちゃったんだからしょうがない。はい。皆さんが勝手に思ってしまったことや、想像してしまったことを募集しております。ラジオネーム、ファンタスティック原田・ハラダ。うん。太田さん、畑中陽子を押しのけて、平尾正明で抜く人。<laughs> <laughs> 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 そっちじゃ何なんだよ、まず。<laughs> 後ろから前から。だからね、<えー S 2> この人は。平尾正それを押しのけて、平尾正輝で。すごいね。手紙の方行っちゃった。手紙の方行っちゃったじゃないですか。<laughs> 名前の響きで一番強そうなマン。マン。は、うん、トツでドーベルマンだと。<laughs> <laughs> <laughs> これはすごいね確かにいやウルトラマンかなとかデビルマンかなってやっぱこういううに思うところにドーベルマンドーベルマンは強そう強そうだね確かにそれで強いから実際ドーベルマンでかもねえドーベルマンスキャットマンとかダメですスキャットマン弱そうだなダンスマンダンスマンダンスマンはジャドーズだろジャドーですーベルマン強そうですドーベルマン本当だねすごいねこれ気づいたらえ ついてえー、実はシャネルズも好きネーム、うん、火曜どうですか <laughs> ああここラッツスターじゃなくてあえてシャネルズだったんですね <laughs> うん「爆芽のお二人 <laughs> 名探こんばんは」<laughs> もう一人もいねえっつんだよ元木大輔を、うん、プロ野球選手だったことを知らない野球少年がいることに、うん、最近俺も年取ったな と思っちゃうのなるほどね思っちゃうの <laughs> 急に、うん、分かるわかるときさんこないだねね曜サンデーに来てもらいました確かにもうねうん知らないかもしれないいやそれはもう若いからどん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 だってね我々だってね最初にバンドエイジを把握したのは別にタレントとしてですからねそうでしたね,ねあの人が昔プロ野球選手だったの後で知ることになりますからね、うん、後で何で後で知ったの俺ら知らない世代 バンド A さんの現役時代は僕ら知らないですよ。あ、そういう世代はい。知らないね、現役時代はね。カネヤンはカネヤンはね、あの何てうず、監督とかやってたから、まず。だから、そういうのでも知ってるし、あとやっぱり、それはもう、歴代1位だし、400勝っていう。だからもう、最初からもうそっちの方が、タレントとしてはそっちの方が目立つじゃないですか。解説役。ノムさんとかも。ノムさんは俺らは現役を知ってるから。 うん。だけど。坂東さんは古いんだ。いやいや、だから、坂東さんは短いから。あ、短いから。うん。で、その後、別にほら、監督とかコーチとかもやってないし。うん。解説はまあやってただろうけどね。あれ、巨人の星出てんだよね、坂東さん。あ、出てるんだってね。そうそうそう、出てるらしいね、ちょっとね。だ知っててもいいんだよな。うん。ラジオネーム、星野光太。うん。太田さん、名前が同じ光太の人、こんばんは。 あ、叩こうたかそっかそっか。俺もう、役をもうね、最下位一瞬わかるな。ボケかとまず思うじゃない。一緒に笑って。<laughs> 一緒に泣いて。一緒に。<laughs> 一緒に。<laughs> なんだ、あの芝居。<laughs> ひどかったな。あのゲロ吐きそうなやつって俺は見てて。あれひどくないい <laughs> やもう。一緒に笑って。<laughs> いやもうちょっと本当にもうやりたくないやりたい <laughs> やりたい <laughs> <laughs> そう言っちゃいけないやりたくない言っちゃいけないけどもうちょっとなんとかなんないのあれん <laughs> どう分かんなああいうのってほら泣くのとか難しいじゃん、うん、演技で人かどうすりゃいいのなあれ <laughs> えシュッてなるじゃん一瞬ってほらってなるじゃんだってひどいよ、ね、どうすんだろうな、ね、あれで、ね、いや俺だから涙流れるかなと思って本番だけ一発で 一応ね、うん、やってみようと思ったんだけど、やっぱ出てこない。<laughs> いや、だからさ、すごいんだよ、その、りょうさんとかはさ。お前普段からああやって泣いてんの泣く時え普段から泣くときはああやって泣る。普段泣かない。えー、普段に。だって普段、そんな風に。もうそんな風な泣き方をしないから。からじゃあどう自然に普段だしよう。じゃ普,普段泣かないでしょだってう。普段泣くとして。いや、だからそれが自分で、ああやって人になんかを喋りつつ、泣くっていう経験が、 もう子供の頃あったかもしれないけど、ほぼないし。俺の前で号泣したことあるじゃないああ、あれ、大学の頃な。うん。あれはだからどんな感じあれとはだから全然違うじゃん、なんか状況というか。でも、あれに近いでしょ、多分。あんな感じじゃないの、うん、割と。うん、割とあんな感じじゃない多分。うん、<laughs> ってなるじゃん。だって、その、その、なんていうのこう、どうすんだあれ。だから、りょうさんとかさ。 リハーサルの時からもう泣いてるの,ての涙もこう出て,てくる。うわーっと思ってさ。ああじゃあ俺もちょっと本番はね。まあもちろん泣く泣き出すただっていうそういうとがきがあるからさ。<laughs> ねそれはだ <laughs> そりゃそうだよ。泣き出すと。ねねね、こう詰まって泣くっていうのがかだからこれで俺も本番でね涙がポロって流れたら、うん、これすげえもう役者じゃんと思ってやったけど、うん、やっぱ涙はポロってのはなかなかさ、うん 普段、ポロって泣くことがないじゃない、男って、あんまり。で、何あれ終わって、カットーってなった後、どういう感じになるわけあの、芝居は。え、カットってなみたいな。<ー>え、いや、なんだそうだあれなんで。<laughs> はい、カットーはい、オッケーですってな別に普通に。<laughs> あお疲れですみたいな。はい,はい、そうです、そうです。あ、そうなのあんだけ熱演<あ>、2いやそうだ二人で号泣して、ええ。ええ、なんかちょっとか、かいやー、みたいな。あ、いや、だから、まあ、 まあちょっと照れくさいみたいな感じだから要は亮さんが本当にこう泣いてボロボロ泣いてねあ、うん、ってカットーってなって <laughs> みたいな感じはあるでしょう <laughs> いやいやわっはっは,は, <laughs> は,はじゃないほんでさほんでさわっはっはじゃない太田さんが今思ったとこじゃん言ってみりゃそういう感じ、うん、でこうでメイクさん着て涙を拭くとかさあるじゃうん、うん、そういうのは当然、うんうん、だ俺とかは別にまあ泣いてはないのでこの何つうの涙が流れてないので で、僕とかも、でもちょっといつもとやっぱり、カットー最高っすみたいな、いただきましたーみたいな、そういう感じ。じゃないですね。違う。はい、チェックします。っっ<ー>で、チェック冷静に。はい、チェック OK でーす。じゃあ次、みたいな。なってあもう普通に。で、次のカットが最後だったんですよ。<ー>それでクランクアップだったで。<ー>だその時の方が、最後はもうそんな、あの、すごい大掛かりなあれじゃなかったんですけど。 あれなんでトークショーにみんな来てんのかな。うるさい。だはいっつった時は、草刈さんが、はいっつって逆光で立った時は、復活の日かと思わなった。本当に。復活の日だよな。本当だよね。信じらんないよ俺は。だからあの復活の日の草刈さん、プロハンターの草刈さんとさ、一緒の画面に映ってることは信じられないよ。爆笑問題のお二人を。 韓流アイドルっぽい名前にするとしたら、太大田さんは軍足田中さんは友人がぴったりだと。友人はすごくわかるけど、軍足軍則は何なの大田光とかと。軍足。いやいや、じゃあ、ちゃん軍足ちゃん軍足から来てんだろうけど、友人は友人だから友人はわかる。友人。ねえ、だからそれはわかる。友人って、女の、冬園の、女、あ、そう。役名役名か。 でもなんかいるんじゃねえのいないの少女,少女時代に友人とかいないのいないんだ。わかんない。ラジオネーム、おならじゃないのよ。涙は涙は何う、えーん。太田さん69未経験の人、こんばんは。<laughs> <laughs> 最初に経験しましたよね。初体験の、あの、初体験の、歌舞伎町で。キスナインから入ってます初体験の歌舞伎町で。ファーストキスとシックスエイが同じ日です。もうすごいです。すごいですよ。同時に。はい。3、40分後にはもう。ははは。中出し、中出しして。すごいですよ。すごいですよね、生で。いや、まあまあ、あんま深くは言えないです本当ほダメですからね、そんなの。 してないです、えー、もしも爆笑問題カウボーイがハリウッドで映画化されるとしたら、うん、太田光括弧爆笑問題ブラッド・ピット <laughs> まあそうですよね高橋さんエディ・マーフィー <laughs> まあ分かるジョン・ローンどうしてんのかジョン・ローン <laughs> 秋葉マコーレ・カルキ <laughs> なんでだよ。なんであ小花は。チャーリー・シーン。かっこいい。かっこいいわ、小花ちゃん。メジャーリーグ。あ、いいね。原ちゃん。ミラジョ・ボビッツ。どういう人ミラジョ・ボビッツ。バイオハザードの人が。綺麗じゃん、すごい。で、いいと思います。えあ。そうだよ。もう一人忘れてまそうそ えー、田中裕二、確保爆笑問題。サモハンキンポン。俺だけ香港じゃねえかよ。俺だけ香港じゃねえかよ。いいね、これ。いや、俺もなんかないんですか、いや、<う>それはサモハンキンポンがいる限りは。えー ウ,ルスウイルスみたいなそういうやつが欲しい,いおばあちゃんいいなチャーリー,シー・ーリーシーンどうしてそんなかっこよくなっちゃったのか <laughs> デビットあデビットボイじゃないおっさんあれでしょブラッドピットブラッドピットじゃないですか、うん、いいなこの間恥ずかしかったねおっさんねあの特番があってメイクさん全然初めてのメイクさんが来てああそうやってもらう時に日、ね、テレでね久々にあのあのでど,どんな髪型にしますかブラッドピット てれっていつもお父さんがね、調子したる。ブラッドピットしてる。予想通りです。あの、調べてきましたって言われて先輩から言われてます。今日はあの、爆笑のお父さんやるんですけど、<laughs> なんかあ,るありますかなあの方って言ったら、あのね、私の時はブラッドピットしてでて言ったわて。<laughs> で、言ってネットでちゃんと調べてきましたって言われてね、うん。調べたら挑発でしたって言われて。<laughs> だから、3回前来日した時のって言ったんですけどね。ラジオネームドリジャ。 太田さんキャットフードで生活してる人今晩 <laughs> いやいや生活してないですよ俺はちゃんと食べないですよキャットフードはもし俳優の船越英一郎さんが、うん、海辺の岩場で生活していたら「うん、船虫英一郎」って名前だったと思ううんまあどうかねいやありえないそれはないでしょう 太田さん猫に金玉を隠された人、そんなことされてません、ね、どっか探しちゃうそんなことないし、そんなんじゃない。縁の下とか。まだ立ってなかった、その時は。うちのちいちゃん、ねねえちゃんいなかった。実家にプルちゃんいたけど。<laughs> 佐々木倉之介のポコチンって先がとんがってるし。わ <laughs> かる気がする。<laughs> 絶対そう、ねまあね、イメージね。うん。まあ、それも高いしね。ポコチンでかいんだから。わかんないよ、そんな。それ下ネタとか一切話さないの。 ポコチンがでかいみたいな話はしないよまあまあしないね下ネタは話さないです誰とやったとかさそんな話はしないし女優誰食ったのもちろんしないし仮にしたとしてもあったとしてもラジオでは言わないやでもしたかどうかだしてない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 す一切乳首黒そうだねあの女みたいなそういう話とか一切してないですね全然ええ 太田さんもさ、うん、言うほどそんな話しないでしょするよ。誰かと。これ、乳首真っ黒だろ、あの女、きっと。<laughs> しないでしょ、別に。<laughs> <う>ラジオネーム、公園のロケット。うん、太田さん、原ちゃんのおっぱいに、<ん>むしゃぶりつく猫。こ <laughs> 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 んばんは。やめなさいよ、新婚なんだから、原ちゃんも。え ちゃんち首ピ,ピンクですから、ね、知らねえなのだろうが見たことないんでしょうが有名有名です有名なのかよもしも高橋洋次さんがデーモン高橋って名前だったら <laughs>、うん、10万10点差し上げる <laughs> な本を出していると思うくだら これはね高橋さん10点差し上げるっていう連載を昔やっていてそれがまあ本にもなってたりしてるんですけどもね10万10点差し上げる 10, 10点差し上げるですよ <laughs> ラジオネームシャレイ EX 父、うん、さん短かさんこんばんは、はい、女子ソフトボールでドラマを作るとしたらうん、うん、4番キャッチャーは松下ゆきで決まるだ <laughs> と思う <laughs> すげえわかるいや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 すげえわかるよ松下ゆき絶対ケツでかいしさ何なんだよソフトやってた女の顔してんだしてないでしょ顔そういや別にいいとは思いますけどそれはそれであとオードリーの若林絶対女子じゃないからねでもあいつも出ると思う出父ねさんだけだからそれ言ってんの3番セカンドぐらい松下ゆきねねえ まあまあ、そんな感じする。ナイスバディでしたよね。そうですね。今、あんまり見なくなっちゃう最近はそうですね、あんまり見ない。太ったよね、あの人。今さ、散々、それ的なニュアンスの会話を散々した後に、とどろしす必要はないでしょ。こここで。それをさ、ニュアンスなが面白かったわけだから、4番キャッチャーでっていうのが、それをさ、しかもなんか今気づいたみたいな言い方で、太ったよねってかおかしいでしょ、それ。 ラジオネーム、貧血満載。うん。大田さん、携帯電話の待ち受け画像が、親父のあナルの人。もう、言い加減にしろよ、お前。いいねえよ、そんなやつは。芸能界で一番セクシーな、ちょっとやだ、が言えるのは、うん、三田よしこさんだと。<laughs> どう、いや、<ょ>まあ、三田よしこまあ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 、別にセクシーかもわか,かんないですけどね。どうかな、ね、どうだろうね。 まあ本当リンダだと思うけどな困っちゃうリンダ困っちゃう SDN の名探大好きネーム火曜どうですかあ,あれ SDN はもうね卒業でしょもう卒業解散してたんですか卒業なんですよねああもうしたのかな<う>まだもうすぐなのかな3月いっぱいだからねうんまた大きく動きますねいやすげえなあっちゃん SDN みんな卒業しかも AKB に SKE だえ S,、KE <S, うん <S, S 堺だから SKE の子とかが AKB に入ったりしたんだよ。トレード。レンタトレード金銭じゃないですけど、レンタル。レンタルトレード。で来たりとか。なんかいろいろ動きが。次の総選挙はもう目が離せない。いや、だから本当に。これ板野が取るか。もうわかんないですよ。マリコが取るか。うん、まあね。だから大島優子が、大島が取るか。まあ、二連覇なるか。 連覇はだかかららっちゃうんですからね2回目の戦<ー>1位になるかどうかねえー、太田さん SDN の大堀恵さんこんばんはうんちょっと違うけどね「アンパンマンごときに治安を守らせろようとする住民の気持ちがわからない」<laughs> <laughs> 確かにね。いや、足りないね。いやいや、まあいいじゃないですか。まあ相手ばいきんまん田中さんに抱かれたことがある少女ネーム。ミミズグチグチ。うさよ。太田さん、高城剛を尊敬している人、こんばんは。尊敬してね軽蔑してますね。軽蔑もしてないよ、別に。あったことないちょっと悪口はすいやいや、そんなことない。そんな、そんな言ってないよ。あいつ、なのいや、だから、何してんだよって、みんなすげえすげえって言うけど。 わかんねえって話はしたことあるよ、確かに。何にもだって実態が見えないからあいつ日中らしいね。で日芸だからね。うん。日中日芸。俺とほとんど同じ人生。ほぼ同じ人生に豚、豚って言われて。言われてないでしょ。うん。肝、肝豚。肝いって言われてないし。言われて。ちょっとヤサーと飼ってるでしょ、金髪豚。豚とは言われてないからね。生島博士そっくりのお鍋は日本に50年くらい いやいや、もっといると思う。俺、もっといると思う。これはね。お鍋。いや。多いよね、確かに。いきしまひろしさんってね。なんだろうな。なんだろう、まつげが長いのかな。なんだろう、ちょっとお鍋も。お前に似てるお鍋も、俺に似てるお鍋もいるとは思うけれども。そうだ、いきしまさんいからね。いそうだね。あの髪型もね。ツンツンしてる。ベリッシャンえ、ツンツンしてる。ツンツンしてる。ね。 いいねいいねえと、えない <laughs> <laughs> もう、これから何時間か後にはもうね、ねえ、喋ってるわけだからね。<laughs> そんなこと、何時間か後に寝。寝ぼけながら。寝ぼけながら。言われてるとも知らずに、<laughs> 三島さん。<laughs> <laughs> えー、おはぎきなど。